はい、雪村スタジオの雪村です。今日は愛車 80K ハリアーのね、フロントバンパーグリルカバーと、サイドダクトカバー、そしてフォグランプカバーをつけていきたいと思います。こちらね、人気商品とのことで、実際に装着しているハリアーを見かけたこともありましたが、私の愛車にも実際に装着してみて、装着前と後とでね、比較していただけるような動画になれたらいいなと思って制作していこうと思います。それでは早速つけていきましょう。今回装着するパーツはこちらです。まず小さいやつから、フォグランプカバーですね。こちらネット購入で3500円程度でしたね。続いて、サイドダクトカバーです。こちらもネットで3500円程度でしたかね。そして最後がフロントバンパーグリルカバーです。こちらはグリル全体に貼っていくので、ちょっと大きいサイズになっていますね。値段は1万5000円前後だったかな。素材はサス304ステンレスですね。ということで、まあ、強さ、強度ですね。強度や、耐熱に優れている素材を使っているところは良いですよね。さてさて、天候もね、悪くなってきましたんでね、ぼちぼちつけていきたいなと思います。まずは時間のかかりそうなフロントバンパーグリルカバーからいきましょう。まずはどのパーツがどこにはまるかを確認します。あ、ちなみにね、80K ハリアの純正バンパーに全て対応していると書かれていましたが、一点だけ注意が必要です。フロントビューモニターがあるかないかでパーツが変わるとのことです。私の車はないタイプとなります。どちらのタイプもね、販売されておりますので、必ず確認して購入ください。まずは春車地の出汁から。使うのはいつも愛用しています99工房さんのシリコンオフですね。こちらでグルメンの油脂や汚れを落としておきます。うわ、雨がポツってきましたね。カメラでは捉えにくいかもしれませんが、雨がポツポツとやってきちゃいましたね。本当はね、ガレージの中とかね、屋根のある場所で作業するのが理想なんですけども、まあ私はそういうの持ってませんのでね、青空作業です。今日は青空じゃないか。パーツ表面は、保護シートがこのように貼られていますね。こういうところはいいですよね。でこちらは最後に剥がしますんで、剥がしやすいように少しだけめくっておくと良いかと思います。裏面はこのようにね、ぎっしり 3M の両面テープが貼られていますね。このテープが剥がしにくいので、まあ、私はね、ラジオペンチでつまむように剥がしていこうかなと思います。立体形成がね、しっかりしているので、左右がずれることは、まあ、あんまないと思いますね。まあ、心配な方はね、両面テープをすべて剥がさずに、まあ、例えば左側だけちょっと半分だけ剥がしておいて、最後に剥がしながら圧着していくというやり方もおすすめします。さあ、位置が問題なければ、最後にしっかり圧着して完了です。この流れで他のパーツもどんどん装着していきたいと思います。はい、上から3段目からはナンバープレートを避けるため左右に分かれていきますね。ここはね、牽引フックら式ひし形のパーツがある場所ですね。メッキパーツも同様の形状で作られていますが、まあ、これおそらくね、実際に牽引フックを使うときはメッキパーツ剥がされることになりそうですよね。はい、ナンバープレート右側も同様に貼っていきます。さて、上から数えて6枚目まで来ました。ここからは分割のない長いタイプに戻りますね。上の方のパーツよりも長くなっております。かつナンバープレートの裏側にもなりますんでね、貼る位置が見えにくいですので、先ほどよりもね、難易度が上がりますね。さて、一番下のパーツを取り付けて、フロントバンパーグリルカバー12点すべて装着完了です。
最後はね、表面の保護フィルムをすべて剥がして完了です。はい、こちら正面からの感じです。どうでしょうかね。まあメッキパーツはね、好き嫌いがあるのではないかと思いますんでね、まあこれなんとも言いませんけども、まあ今風なね、ギラギラ感が増した感じですよね。まあハリアってね、SUV らしく乗る方っていうのは少ないと思うんですよね。まああとはね、エレガントに楽しみたいか、まあそれとも着飾って楽しみたいか、まあね、こんなパーツをつけたらエレガントとはね、まあ、かけ離れてしまいますけどね。まあ間違いなく着飾り派の方向けのパーツとなりますね。さて、残りのパーツも装着していきましょう。まず、サイドダクトカバーですね。純正のサイドダクトにはめ込むように装着できるよう設計されておりますんでね。一度装着確認をし、問題なければ脱脂をして、両面テープを剥がし装着です。フォグランプカバーについては注意が必要です。ボディにね、しっかり装着できるように設計されているがためにですね、右と左のパーツは違うのは当然ですけども、上下のね、楕円の向きもしっかり決まっていますんで、まずはピタッとくる位置を確認します。そして、ここだと思ったらですね、私の場合はこのマスキングテープなどを使ってね、仮止めした後に両面テープを剥がし、装着するようにすると、綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。同様にね、反対側のカバーも装着して、完成です。まあ貼ってみての感想ですけどもね、フロントバンパーグリルカバーの質感でしょうかね、純正のメッキパーツよりも少し重いと言いますかね、クロームかかっている感じがしますよね。まあこれ SAS304 だからなんだろうとは思いますけども、まあ、ここの色の違い、違和感をね、まあ良しとするかどうかはですね、個人差がありそうです。あと、サイドダクトカバーとフォグランプカバーについては、SAS304 ステンレスとは書かれていませんでしたので、まあ、普通の樹脂メッキだと思いますね。まあ、逆にね、色合いが純正と似ているせいか、後付け感は感じられないですよね。まあ、あたかもね、純正でこのような形のダクトがあったとかね、フォグランプがついてるっていうような感じに見えるんじゃないかなと思います。ダクトやフォグの存在がね、まあ、強調された、まあ、非常に良い感じになったんじゃないかなと個人的には思いました。まあ、取り付けは簡単なんでね、特に動画にするまでもないかなと思いましたけど、まあ、装着前と後を比べるという意味では、まあ、良いのかなと思いますんでね、ビフォーアフター動画でお別れとしたいと思います。ではでは、ゆきむらでした。